カンタベリー・ピルグリムは、イギリスの競争馬、繁殖品馬である。イギリス・オークスに優勝するなどのほか、繁殖品馬として、調査や数院報道を送り出した。2歳下の判定に、ダービー・バジェッタがいる。モントローズ・コー人によって生産された品馬で、ジョン・グリフィスの勧めに基づいて1歳児に、馬所の第16代ダービー伯爵が購入した。 場名は母ピルグリメージから連想して、カンタベリー大聖堂の巡礼者という意味で名付けられた。1895年にデビューするが、2歳児は4000全杯と、全く良いところを見せられなかった。この状況を覆すために、調教師のジョージ・ラムトンは、カンタベリーピルグリムをステイヤーにするべく、調教するという方針転換を行い、この目論みが、見事に的中して、後に、 オークスの優勝という結果につながった。同競争の他にもパークヒルステークスやジョッキークラブカップに勝ち、10戦4勝で引退した。なおオークスは16代ダービー博の総祖父にあたる12代ダービー博がダービーステークスと共に創設し、1779年第1回をブリジットで勝利したものである。 16代伯の父でイギリス首相を3度務めた14代ダービー伯も1851年アイリスの馬主として優勝しており、カンタベリーピルグリムの勝利は馬主親子の45年ぶり制覇となった。この頃のダービー伯爵家は競馬界からやや遠のいており、第16代ダービー伯爵が競馬界への再起を期して購入した馬の一頭がこのカンタベリーピルグリムであった。 後の大馬参加として知られる第17代ダービー伯爵も同馬を受け継ぎ10頭の小馬を産ませている。このため第17代ダービー伯爵の生産馬の多くがカンタベリーピルグリムの地を受け継いでいる。カンタベリーピルグリムの産区のうち1900年生まれのチョーサー、1907年生まれのスウィンォードが後に種母として成功を収め、 カンタベリーピルグリムの地は後世に多大な影響を残した。ありがとうございます。